せっかくだからコミケ通貨1万がの話をして、ここから行きましょうか。あのね、コミケ通貨っていうのを僕がある本で、福井さんって弁護士の人とコンテンツの未来考えるみたいな本があるんだよな、まあ、一時俺タイトル思い出すのがめんどくさいからなんだっけ、なぜコンテンツに金を払うのさだっけ、なんかそんなタイトルです大体の本を出して、その中で語って、それがニュースとかでいろいろ聞い取られて評判になったんだけども、著作権っていうふうなものはそろそろもう限界に来てるんじゃないのか、でコミケ内で使う限定通貨というのを発行した方がいいんじゃないのかっていうようなことを俺は話してる。で僕自身の考え方としては、今後50年から100年ぐらいかけて著作権っていうふうなものはもう概念自体に諦めた方がいいんじゃないのかというふうに僕は思ってるんだ。ただこれは50年から100年のスパンで、今後5年とか10年では違うかも分かんないんだけど、50年か100年ぐらいでそれやってたらもう誰も彼も何も動きが取れなくなってしまうから、例えば今中国の人たちが一斉に漢字は我々の著作物だから、なんだろう、使用料をよこせって日本人に言ったら、やっぱ日本人パニックになるじゃん。じゃあ漢字捨てて暮らせるのかっていうと、それはすごい不便なんだけどさ、なんかそういうふうなことをいずれ言い出し合うような著作権戦争にならないとも限らないし、なんかね、前の人のアイデアっていうのを尊敬するのはいいんだけども、使用するたびに申請して金を払ってっていうのは俺なんか無理だと思ってんだよな。まあ、これは俺の個人的な感想な。今後50年とか100年とかでもう無理が来て破綻するだろうっていうふうに個人的には思ってる。でその考えがベースにあるということで言うんだけども、15年ぐらい前にね、あのメディアファクトリーという会社の社長を加山さんっていう人がやってた時代だ。後にあのセガの代表取締役になった人なんだけども、コミケでなんか何が困ってるのかって、同人作家がビクビクしなきゃいけないことなんだよねっていうふうに俺加山さんに話したんだよね。でどういう意味かっていうと、同人作家っているじゃん、二次創作ってやつね。例えばワンピース好きな人はワンピースの同人誌作るわけなんだけども、その人たちにしてみれば自分が好きでワンピースが好き でワンピースの漫画描いてる、でコミケでそれを配ってる、売ってる、それを買ってくれる人がいる、よかったよかったというふうなことなんだけども、でも人によってはやっぱこれをけしからんと思う人がいる。同じワンピースを好きで、なんであいつはワンピースのアイデアを盗んで、キャラクターを盗んで商売してやがんだよと、やりたいんだったらなんか無料で配るんだと、ともかく金なんか儲けやがって、なんか同人作家によってはマンション買ったやつ、車買ったやついるそうじゃないか、許せねえって思う人がいる。また作家の中には、うわ俺もなんか同人出身だから嬉しいよ、やってくれよ嬉しいよっていう人もいれば、俺のキャラクターは俺以外の人間が描くべきじゃないよと、絵も違うしこんなセリフ俺言わないよとか、なんで俺が作ったキャラクターのなんか男同士をお前ら女は変な目で見てこうカップリングとかするんだとか、こういろんな怒り方、いろんな反応がある。作家って言ってもなんか一様じゃないんだよな、喜ぶ人もいれば怒る人もいるんだよな。でなんかこう無言なんだけども黙認してくれる人もいれば、無言なんだけど不愉快かもしれない人も、いろんな立場の人がいると。でそういうのに対して同人作家がいちいちこの人は怒るかもしれないとかさ、バレたらどうしようとかさ、あとバレたらとかではなくて、自分たちがやっぱ書きたいものを書いてるから、その中に恥ずかしい表現とかさ、エッチな表現とかも入ってるわけだ。それを人前にさらされるのもやっぱり嫌だっていうのはあって、みんなこうビクビクしてるんだよな。でどうすればいいんだろうって話をしてて、僕自身がもうね20年ぐらい前にワンダーフェスティバルっていうガレージキットの、お祭りがあるんだ。今海洋堂っていうところがそれ引き受けてくれてやってくれてるんだけども、もともと自分たちがやって、本当に僕自身がアイデアを出して僕が作ったイベントなんだよ、ワンダーフェスティバルというのは。 でワンダーフェスティバルの中で僕がいいことやったなって思ってるのがあって、その一つのうちに当日半券っていうのがあるんだ。当日半券っていうシステム何かっていうと、半券習得って大変なんだよな。なんかあるウルトラマンを作りたいとかガンダムを作りたいと思ったら何千個作ります、で何月何日から売ります、でその全部に対して 3%、5%、7% 払いますっていう契約して、でそれの監修とかをしてもらって形ので、散々やった後でようやく契約やって、で払うお金ってさ、なんか例えば1000円の商品とかだったら 5% だったら50円だろ、でそれを1000個だったら5万円ぐらいにしか過ぎないんだ。5万円払うのになんかこう東京大阪間を何回も往復してホテルに泊まったりして交渉したりして何十万も使っちゃうわけだよな。でもこんなの無駄だよなって、こんなのガレージキットで同人作家の人ができるわけないって僕思ったんだ。なので当日半券システム、ワンダーフェスティバルの事務局がそれら一括して受けますと、皆さん作りたいもの言ってくださいと、それらを全部集計して、で大手で半券持ってるところに交渉して、この日1日限り
でそれぞれガレージキットだから20個とか50個ぐらいしか出しませんと。でそれら共通でも権利を下ろしてください。で僕らの方がちゃんとそれで間違いないかとかチェックしますからっていう、大雑把に言えばこういう仕組みだ。これやってこう通しちゃったんだよな。で未だにこのワンダーフェスティバルでこのシステムやってるんだけども、海洋堂がものすごい愚痴言うんだよ。岡田さんがあんなことやるのもう本当に大変だと。もう日本中から来るいろんななんかこうものを監視して、これはダメだこれはいいって言ったり、こういろんなところに頭下げてやったりして本当に嫌になるって言うんだけども、ワンダーフェスティバルではこのシステムは運営されてるんだ。じゃあこれと同じものっていうのは無理かも分かんないよ。なんでかというと、ワンダーフェスティバルってさ、ガレージキット、つまりアマチュアの模型、同人模型なんだ。ということは出てくる商品数、作品数が当時せいぜい100とか200とか300ぐらいだったんだ。一個一個追いかけられるんだよな。でもコミケってそうじゃないじゃん。1日に出る同人誌の種類が多分5万とか10万超えてんだよ。そんなものいちいち追いかけてられないと。でもこの当日判決みたいなシステムをやればすごいみんな楽になるだろうっていうふうに俺思ったんだ。でどういうふうにすればいいのかなと思って、ジャスラックみたいなもんがいいだろうな。ジャスラックって使用後の申請なんだよ。あの音楽とかさ、テレビで音楽とか使ってるじゃん。あれいちいち音楽作曲した人に許諾取ってないんだよ。面白いだろう。なんかさ、権利っていうのはあらかじめ権利申請しなきゃいけない、でそんなことが当たり前だっていうふうにみんな思ってるじゃない。でもそうじゃなくて使った後で申請するんだよな。でそれで OK というシステムが音楽著作権では成立してるんだ。でこれをあらゆる映像とかに関してできないもんかと。映像版のジャスラックっていうのができないもんかと。ごめん。でメディアファクトリーの加山さんと話した時に、いや加山さん、なんか加山さんが言ったのが、いや岡田さんはなんか俺にやりたいことを何でも言ってくださいっていうふうに言ったので、あ、何でも言っていいんですかと。じゃあ俺が今考えている、俺が今やりたいことで一番手間がかかることを言いますって言った加山さんがすごい嬉しそうに、はいはいって言ってんで、今言ったことを説明したんだ。映像版のジャスラックを作りたい。漫画版というふうに言ってもいいんだけども、映像とか画像全てのジャスラックを作りたい。でそれはコミケの中で通貨として成立させたい。で例として出すんだけども、これ俺が昔大根フォート SF 大会やった時に作った通貨なんだ。で、これで大体2000円ぐらいで売ってたんだよ。松茸梅というセットがあって、で開封するな。これ SF 大会内だけで使える通貨、コインが2種類ある。で通貨が何種類かあるんだけども、まあ、こうペしかないんだよな。こんななんか変な通貨があるんだよ。大根フォーの通貨の正式通貨の方が今ちょっと持ってこれなかったんで、サブ通貨の方なんだけども、こういうコインとあとお札を何種類も作ったんだ。こういうふうなもの、はい。でこれを2日間の間 SF 大会の中で流通させた。で流通させるにはお金がかかる。だってこんなものを作らなきゃいけないんだけども、僕が考えたのはこれを作ったら多分持って帰る人がいるだろうと。全部使わずに記念で持って帰るやつがいるはずだと。ということはその持って帰る金額分でおそらく全経費は出るだろうというふうに読んだわけだ。やってみたらちょうどうまく、黒字になったんだよな。赤黒トントンを超えてちょっと黒字になったぐらいからやってよかったなと思ったんだけども、これコミケでもできるはずだと思ったんだよ。でコミケ専用の通貨で、ここではペって書いてるんだけど、1万画っていうのを作るんだ。で1万画の換金率を 90% にする。つまり1000円払ったら900万画買えるんだよ。900万画、つまり100万画札を9枚もらえると言ってもいいし、100万画コインを9枚もらえるというふうに考えてもいい。で 10%、 つまり1000円払ったら900円分のバリューのものしか、お金しか返ってこないんだけど、この100円分を供託金というので、これをやってる実行委員会が積み立てるわけだな。話がちょっとややこしくなるんだけども、この 10% を要するに著作権者に後で支払うシステムにしちゃおうかというのが俺のアイデアなんだよな。だ結構ね、なんか一冊の本の中でも説明するのがすごい難しかったから、そこら辺で誤解されてることがあるか分かんないんだけども、で1000円払って、もしくは1万円払って900円分9000分の漫画貨幣を、漫画紙幣、漫画、マネーを手に入れると。それをコミケ内では使う。で 10% は常に著作権者のところへ行くお金になっているので、これ何かっていうと事後申請、つまり結局同人誌それぞれ何冊売れたのかっていうのをそれぞれのブースが出して、それはどの著作権に引っかかるのかっていうのを自分で審査されるんだ。ジャスラックと全く同じで、売り上げがいくら上がったのかというのを出してくれれば、それをエクセルみたいな表に入れさえすれば、どの著作権者にどれだけ払うのかが分かるじゃん。
そしたらコミケで全部換金された中で、あのコミケってさ、入場者数50万人って言われてるんだ。1人おそらく1万円から2万円ぐらいは使ってるはず。ということは動くお金は50億円から100億円だ。その 10% だから、おそらく5億円から10億円のお金が毎回毎回著作権料としてプールされることになる。この5億円から10億円のうち半分 5% を作者に払う。なんで全額じゃないのか。残り半分は使い道があるからだ。まずこのシステムの維持費に使う。でもシステムの維持費はね、さっき言ったように実はみんなが持って帰る。あとでいやコミケも終わったから元の日本円に戻そうっていうふうに思わない人もかなりいると思う。なんでかというと、このコミケの通貨は毎回毎回偽造を防ぐためにも、その時の一押しの漫画家に書かせればいいわけだよな。一押しの漫画家で1漫画2漫画とか100漫画とかの札あったら、俺ら持って帰っちゃうじゃん。で俺ら溜め込んじゃうじゃん。マニアなんだから、漫画好きなんだから。多分これだけでこのシステムの維持費は十分だと思う。ではなんで 5% しか作者に払わないのか。残り 5% は法律を変えるための供託金にする。なんでか、これは俺が言ってるのはね、法律のグレーゾーンの話なんだ。ということはこれは合法とも非合法とも言えないので、おそらく資金が必要になるんだ、これを通すためにだな。でポイントはね、作者一人一人に当たることなんだ。まあ、細かく仕組みをもうちょっと解説してみよう。この 10%、コミケマネーだね、漫画で、取ったお金っていうのがあるような。でそれの 5% の払い方、作者に対する半分の払い方っていうのを作者個人個人に連絡しちゃうんだ、調べれる限り。でコミケが終わった、で5億円から10億円がプールされてると。このうちの20万円は、200万円は、184万円はこの漫画を5年前に書いた、10年前に書いた作者、あなたの受け取り分です。受け取りを OK してくれる場合は口座を知らせてくださいみたいなのを日本中の漫画家に送っちゃうんだ。これで何がいいのかって言ったらさ、例えば5年前とか10年前にヒットした漫画で、俺ら同人誌作りたいと思って同人誌作った、でもその漫画家の得には1円もならなかったじゃん、これまで。でもこれだったらなるんだよ。これだったら出版社がいちいちチェックして OK とか出すんじゃなくて、著者にダイレクトにお金が行く仕組みになる。出版社はなんでこんなことやってくれないのか、当たり前だよね。だってそんな5年とか10年とか20年前にヒットした漫画のそれぞれの作者を追いかけて、それぞれの人にたった5万10万たった200万払うために編集者が張り付けて動きたくないんだよ。でもこのコミケの中で使用する漫画というマネーのためだったら俺らできるんだよ。なんでかというと漫画が好きだからだよ。その漫画が好きだから同人誌が動いてるからだな。でその漫画家の住所が分かったらその漫画を手渡しもできるじゃん。そういうふうにすることでリスペクトっていうのは広がっていくし、漫画の寿命がロングテールになっていくんだ。漫画のロングテールっていうのはブックオフとかそういうようなところだけに任せるんではなくて、二次創作という形と、その二次創作されたことによってちゃんと売り上げの 10% のがリスペクトで作者へ流れる形っていうのを作れば、漫画の寿命というのはもっと伸びると思う。それが俺が思ってるコミケマネーだよな。1漫画っていうふうなものを作った方がいいと思う理由で、さっき言ったもう一つの、ではそれは作者に払う金はなんで半分か。残り半分は運動資金なんだ。運転資金じゃないよ。これやったらね、もう儲かるの確実なんだよ。だから本当にね、金とか権力好きなやつこのアイデアやるから、もうどういうふうに細かくやっていいのかって知りたかったら俺教えてやるから誰がやってもいいよな、俺やらないから。でなんで金が儲かるのかって言ったら、さっき言ったようにこんなお金を流通させちゃったらみんな持って帰るに決まってんだもん。だからこれはね、黒字になるのは確実なんだ。でももっと大事なのは、これがジャスラックみたいなものとして成立するかどうか。映像作品とか画像作品に関してはあらかじめ許可を取るというのが当たり前になってんだ。で僕らがやりたいというか、少なくとも僕がやりたいのは、音楽みたいに後で申請しても OK ということだ。これは何かというと、多分著作人格権の一部改変ということになる。つまりこれをグレーゾーンから法律のホワイトゾーンに持っていくには法律の改変が必要なんだ。法律の改変をするためには国会議員を何人か囲わなきゃいけないんだ。国会議員を囲うために何かというと、コミケという1箇所だけでも年に2回5億円から10億円の供託金が集まってます。これは僕たちはお金を不当に得てるんではなくて、僕らがやってるのは何だろうな、著作権違反の漫画を作ってるんではなくて、僕たちは払いたいんですけど受け取る人がなかなか現れないんですというふうな形で銀行に貯めとくだけでいいんだ。供託金というのは、供託金というのは何かっていうと、係争が起きた時に払う意思はあるんだけども受け取りが誰か分かんないから、とりあえず預けておくお金っていうのを供託金って言うんだけどさ、
これをちゃんと集めることなんだ。コミケ1回やるごとに供託金がどん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 積み上がっていくと。最初のうちは出版社を無視するかも分かんない、こんなことやってもいやいや集英社としては講談社としてはそんなことじゃなくて、集英社講談社が管理した中で版権っていうのをクリアにした上でちゃんとやってくれっていうふうに言うかも分かんない。ところが講談社や集英社に所属している個々の漫画家にとって話は別だよ。コミケこれやった1年目2年目はともかくとして、だんだん積み上がってくるにつれて毎年毎年毎回毎回通知が来るわけだよね。あなたが受け取れるお金は合計で何万円達しました、何百万円達しました、何千万円達しましたって言ったら、個別の作家は絶対に交渉に応じてくるよ。なんでかというと、それぞれの作家にしてみたら自分の漫画を好きで書いてくれるの分かってるんだもん。だったらそれを OK したいと思うんじゃない。そうするとそろそろ講談社や集英社の縛りが緩くなってきて、ロートルの作家からおそらく順次契約し始めて、最終的にこのシステムって動かし出したら10年から15年ぐらいの間で実質上 OK、 著作権上グレーなんだけどもパチンコ屋の換金みたいなもんだよね、実質上 OK になり、そして15年から20年の間に法整備っていうふうなところにまで持っていけると俺は踏んでるんだよなって話を加山さんにしたら、加山さんがって言って言うよなセガの大統領まで務めた男がっていうのはなんか俺はそうか無理かって思ったんだけどね。現行法とねなんかねやや矛盾してるんだけど、その矛盾っていうのは突破するときにこうするのが正しいだけではなくて、俺たちにはどれだけの武器があるのか、例えば現金をこれだけもう預貯金して供託金として集めてる、これの使い道に困ってるんだって言ったら絶対すり寄ってくる政治家いるし、与党や野党でもおそらく賛成する勢力が出てくる。今は正義でしか語ってないから、正義な政治家つまり貧乏な政治家しか俺たちに近くに来てくれないんだ。そうじゃなくて金とパワーがここに集中しつつあるということを見せつければ、多少腹黒いやつつまり法律を変えれるやつらがこっちについてくれると思う。でこの漫画コミケマネー漫画の使用範囲なんだけどさ、コミケだけでなくてあらゆる同人作品売買に使用すると一番いいと思うんだよな。そうすると著作権をクリアしたいんだけども、なんかそういうふうなやり方が分かんないとかさ、二次創作やりたいんだとか替え歌作りたいんだという人はどんどん登録して、その支払いを漫画のみ漫画マネーのみですればいい。そしたらそこにたまってるお金で俺たちはとかその組織は それぞれの著作権者に対して直接やっていって、何万円支払いの準備ができました、あの支払い受けてくれますかっていうのをやっていくと、どん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 その溜まっていくお金と受け取る先が、本来だったら受け取れるはずのお金というのは傘が増えてきて、で堤防が決壊するようにおそらくお金を受け取り出すと思ってんだ。でねなんかね極端かも分かんないんだけどさ、俺あのテレビ番組の録画とかもこれでありになるんじゃないかなと思うんだよな。なんかねかなり危ないこと言うよ今から。テレビ 番組を録画して個人が売ったりしちゃダメじゃん。それは何でかというと著作権法違反なんだよな。ところがテレビ番組を録画して売っちゃいけないはずなのに、なんでポニーキャニオンという会社はフジテレビのなんか作品出してんの、これ変だよね。だってもしポニーキャニオンという会社が行けるんだったら、俺が作った株式会社岡田斗司夫が売ってもいいはずじゃん。それが正当ななんか市場主義なんだけども、そうじゃない。なんかコネとかなんかわけのわかんないことでつながってると。これらのものを自由化することもこのコミケマネーを使えばできるんではないのか。つまり誰であってもなんだテレビで放映されたものっていうのを録画してたら、その録画されたものって俺資産だと思うんだよな。っていうのはなんかさ、昔の NHK の番組でもうねビデオテープが残ってないとか資料が残ってないってものいくらでもあるんだよ。でそれを誰か個人が持ってるかも分かんないんだけども、その個人が持ってるものをじゃあ映像ソフトとして出せるのかっていったらすっごい手続きいるんだよな。そういう手続きを守る正当性よりは、俺その作品っていうものをちゃんと社会に出してで文化に還元するっていう方がなんだろうな、バランスとしていいような気がしてくる。ところがそれを無制限に認めてしまったら海賊版認めるかってことになっちゃうんだよな。でも海賊版がどうかっていうのは、あの映画館である通り映画が盗まれているとか正当な権利者のところに正当なお金がいかないのが最大の問題なんだ。でもこのコミケマネーという供託金というものを一回バイパスすることによって絶対に 10% はトップオフできる。うわ、あのちゃんとその流れるお金の中から著作権料というのは確保できる、こういうふうな構造になると思ってるんだよな。まあな、運用金はできるだけ完全に作家への再配分するのに手間が必要だし、あと政治家への政治資金も必要だし、著作権法の改正にも必要だし、グレーゾーンの間コミケの会場をどっかへ動かすのにも必要かもわかんない。これが
揉めてきたりしてた時、もしくはこんなことをやらなくてもいずれ揉めるかも分かんないんだけども、それは東京か千葉かではなくて日本じゃないところへ移すのがいいかも分かんない。日本じゃないところというのは海外へいきなりコミケを移すんではなくて、日本の一部というのを日本国の法律が通用しないところにしてしまって、カジノみたいなもんだよね、特区みたいなものにして、著作権特区みたいなものを作って、そこの中でコミケするためのお金みたいなものにするのに必要なのかも分からない。いわゆる、TPP の範囲外というふうな場所にコミケを移すためにもお金が必要かも分からないんだよ。まあ、基本ね、ゴールとしてはね、著作権による縛りだよな。縛りっていうのはできるだけ軽くして、より創作者とか二次創作者へお金が流れるようにして、でロングテールで保証されるようなシステムっていうふうなものをやった方がいいと思う。本当に誰かこれをやってみようという気があるんだったら、この間もアンケートで聞いた、これを番組を見てる中の 5% ぐらいの人は年収1000万円を超えるなんか、リア充だそうだから、そういうような人たちがやりたかったら、俺はいくらでもこのシステム説明するし、俺は助けるだけでいいよ、1円もいらないからやってくれたまえ。やらない理由はね、俺の仕事じゃないからだよな、俺の使命じゃないんだよな。なんかザーッと語ったけれども、まあこういうふうなことを言いたかったんだけども、本の中とかで短く言ったり、ニュースの中でカットされると、岡田斗司夫は著作権法はもう限界に来てるとか、あとはコミケ通貨を作れっていう話に、タイトルだけで言うとそうなるんだけども、大体考えてることっていうのはこのフレームのことを考えてるんだよ。で15年ぐらい前から考えてるんだけど、なかなかね、なんかうまくいかないもんだよな。儲かると思うんだけどね、このコミケマネーっていうのはやればいいのにと思いますです。これは実際のお金とのトレードが発生しないなら税金かからないかなっていうのは、これはさっき の、 コミケ通貨のことだよね。そう、実際のお金とのトレードしないことの方が強いと思う。その方が円とかドルより強い、ユーロとかより強い通貨として漫画が作れると思うんだよ。二次創作に限っての取引のお金っていうのをやったら、その国の中でしか使えない通貨ではなくて、そのシチュエーションの中でしか使えない通貨というようなものを定義した方が、二次創作の分量って絶対に一次創作を超えるに決まってるんだから。で、著作権法の適用範囲が厳しくなればなるほど、 TPP なんかが進めば進むほど、これは二次創作だというふうに言われるものが増えるに決まってるんだから、僕らの考えというのは有利になっていくと僕は思うんだけどな。まずそれを運用すると紙幣類似証券取締法に引っかかるのでは。こういう問題は供託金と政治資金があれば解決できるよ。金払ったら同人誌を出していて原作者思うかな、うん、原作者全員は思わない。さっきも言ったように、ある作家が自分の二次創作物だよな、パロディとかに関してどう思うのかっていうのは、それはその人によるんだよ。だから原作者はそんなこと許さないだろうっていう考え方をするのは変。許さない原作者もいるだろう、許す原作者もいるだろう。ではどちらが僕らにとって有利か。僕らという漫画の純粋創作者じゃなくて、だからといって 100% 消費者でもなくて、消費者でありながら読者でありながら二次創作をする人間にとって最も有利な回答、解放は何かっていうと、二次創作がやりやすい状況に全体を持っていくことだと思うんだ。だから俺これは正義とか正しいとかではなくて、どのようにすれば僕たちが有利か、そしてその僕たちという人間の範囲をどれぐらい広く取れるのかっていうのが、この運動のなんかこう勝てるかどうかのポイントだと思います。